全身スタディ共産党宣言第2回をお送りいたします。皆さん第1回の視聴ありがとうございます。なんか変なテンションじゃなかったっていうことなんかを、まあ、言われたりもしたんですけれども、まあ、1時間くらいねこうカメラに向き合って大きい声で喋ってるとあんなテンションになります。さて、今回は CM から始めさせてください。第1回に紹介できればよかったんですけれども、こちらマルクス主義学生同盟の機関誌中核の新刊が今年も発刊されました。はい、というわけで今回のテーマはですね、共産党宣言を学生の中へということで、まさしくスタディーズのテーマと重なっているわけですけれども、このスタディーズを見ながら中核を読んでいただければ共産党宣言を数倍楽しめること間違いなし。お求めは説明欄の連絡先かお近くの書店等にてお願いします。それでは早速解説に移りたいと思います。第1章、ブルジョアとプロレタリア。共産党宣言第1章はブルジョアとプロレタリアというタイトルです。まずブルジョアとは資本家、つまり資本を私有財産として所有する人のことです。今で言えば大企業や大銀行の経営者、あるいは大株主、ヘッジファンドなどです。ブルジョアジーはその複数形で資本家階級のことです。次にプロレタリアとは労働者、つまり財産らしい財産を所有せず誰かに雇われて働かないと生活の糧を得られない人です。プロレタリアートはその複数形で労働者階級のことです。第1章ではこの2つの階級を登場人物として資本主義社会、ブルジョア社会の成り立ちが明らかにされます。マルクス主義の歴史観。第1章の冒頭で共産党宣言全体のベースとなる歴史観が示されます。これまでのあらゆる社会の歴史は階級闘争の歴史である。抑圧者と非抑圧者は常に敵対関係にあり、時には隠然とした、時には公然とした闘争を絶え間なく行ってきた。人類の未開の時代、人口のほとんどが狩猟採集生活をしていた時代には原始共産制と呼ばれる無階級社会が何万年と続きました。生産力が低く余剰生産物がほとんどないので、一部の人間が富を独占したり、それによって他人を支配したりといったことが物理的に不可能だった時代です。やがて農耕や牧畜が始まり、社会の中の一部の人間がある程度の私有財産を蓄積できるようになると、人間社会は支配する階級、財産を独占する階級と支配される階級、財産を持たずもっぱら働かされる階級に分裂していきました。それ以来生産力の発展とともに支配階級と非支配階級の間の階級闘争が歴史の大きな推進力となります。大雑把に言ってこれまでの人間社会の歴史は原始共産制、奴隷制、封建制、資本制という発展段階を通ってきました。もちろんこれは世界史的な意味のことであって、全ての国がこういう順序を取るというわけではありません。例えばアメリカのように封建制の歴史を持たない国もあります。さて、奴隷制や封建制が階級社会なのは明らかですが、資本主義はどうでしょうか。近代のブルジョア社会は封建社会の没落の結果生まれてきたが、階級対立を廃止したわけではなかった。それはただ新しい階級を、抑圧の新しい条件を、闘争の新しい形態を古いものと置き換えたに過ぎない。資本主義社会は自由、平等、博愛などのもっともらしいスローガンを建前としています。社会の全船員は法の下に平等であるといったことも言われますよね。今の日本国憲法にもそう書いてあります。しかしながら資本主義社会は決して階級対立を廃止したわけではありません。それどころかこうした建前とは裏腹に、資本主義社会では封建社会以上に階級対立が激化するのです。ブルジョアジーの時代は階級対立を単純化したことを特徴としている。社会がますます敵対する二大陣営、直接に対峙する二大階級に分裂していく、すなわちブルジョアジーとプロレタリアートに。ブルジョアジーの登場。近代ブルジョアジー自身が長い発展過程の産物であり、生産様式と交通様式における一連の変革の産物である。ブルジョアジーという新しい階級が台頭した背景には
2つの世界史的事件がありました。1つ目は大航海時代に始まる世界市場の開拓です。コロンブスの大西洋横断を皮切りに、ヨーロッパ諸国は次々と新航路を発見。それは商業交易を大いに発展させました。2つ目は近代的大工業、機械製大工業の成立です。交易が盛んになり、商品に対する需要がどんどん高まると、もはや従来の家内製紙工業では供給が追いつかなくなりました。そのため16世紀後半になると、何人もの職人が一箇所に集まって分業を行う工場製紙工業、マニファクチュアが登場します。さらに18世紀後半には、蒸気機関や紡績機の発明に代表される産業革命がイギリスで起こります。家内製紙工業やマニファクチュアに代わって、近代的な機械を備えた大工場での大量生産が可能となったのです。この大工場の所有者が近代ブルジョワジーです。彼らの経済力はやがて国王や貴族の支配を脅かしていきます。ブルジョワジーのこうした発展は、それぞれの段階ごとにそれに対応した政治的進歩を伴っていた。ブルジョワジーは近代大犠牲国家においてついに独占的な政治支配を戦い取ったのである。ブルジョワジーの成長はもはや封建的な社会秩序と両立できなくなりました。こうしてフランス革命に代表される一連のブルジョワ革命が起こり、ブルジョワジーの政治支配が確立されていったのです。ブルジョワジーの革命的役割。ブルジョワジーは封建的な社会制度や価値観を次々と破壊していきました。共産党宣言ではブルジョワジーがこうした歴史上極めて革命的な役割を果たしたことを積極的に評価します。例えばブルジョワ社会では封建社会にあった宗教的神秘的な社会通念は失われ、人間関係はむき出しの利害、冷たい現金感情に置き換えられていきました。ブルジョワジーは宗教的政治的幻想に追われていた搾取をあからさまで恥知らずで直接的な粉飾のない搾取に置き換えたのである。これは封建時代の宗教的迷信から多くの人々を解放したという意味では非常に進歩的なことでもありました。さらにブルジョワジーの下で生産用具や生産方法が不断に変革され、生産力が爆発的に増大しました。生産の絶え間ない変革、社会状態全体の不断の動揺、永続的な不安定と運動、これがこれまで全ての時代と異なるブルジョワ時代の特徴である。今もあらゆる産業で技術革新や開発競争が絶え間なく続いています。そうしないと資本として生き残れない、競争に勝ち残れない、この終わりなき競争こそ資本主義の本質です。ブルジョワジーは商品の販路を次々と拡大し、鉄道や蒸気船の力を借りて世界的な交通を作り上げました。それによって諸民族の交流を作り出す一方で、彼らの生産様式を世界中に押し付けていきました。すなわちブルジョワジーの安価な商品は大砲のようなものであり、万里の長城さえも破壊し、全ての民族に対して滅亡したくないならば彼らの生産様式を採用するよう強制する。明治維新後の日本もやはり国の存亡をかけて西洋式の機械や技術を大急ぎで採用しました。加えて重要なことは、封建時代のような分割統治に代わって中央集権的な単一国家を作り上げ、産業や人口を都市に集中させたことです。それまでバラバラだった地域が一つの国家、一つの政府、一つの法律、一つの国民的な階級利害、一つの関税制の中にまとめ上げられたのです。このようにブルジョワジーは世界を大いに変革しました。すなわちブルジョワジーはわずか100年足らずの階級支配の中で、これまでの全ての時代を全部合わせたよりもはるかに大量で、はるかに巨大な生産所力を作り上げた。ところがブルジョワジーはまさにこの巨大な生産所力を自ら制御できなくなり、危機に陥ることになります。それが恐慌です。巨大な生産手段と交通手段を魔法のように呼び出した近代ブルジョワ社会は、自分で地の底から呼び出した魔物をもはや制御できなくなった魔法使いに似ている。商業恐慌が周期的に起こって全ブルジョワ社会の存立をますます深刻に脅かしている。公共の時にはブルジョワジーは先を競って銀行などから資金を調達し、どんどん設備投資を行い、労働者の雇用も賃金も増加します。資金需要が高まれば金利も上昇しますが、ブルジョワジーは競争に駆られてさらに借金を重ね、生産を拡大します。
それでも商品が売れている間はいいのですが、資本が互いに競って大量生産するので、一定の段階で必ず市場は供給過剰になり、これ以上作っても売れないという臨界点を超えて、商品の価格は暴落します。資本は互いに競争し合っているので、途中で止まれないのです。過剰な雇用、上昇した賃金、膨らんだ借金と高騰した金利、それなのにもう商品は売れない。そうなると、資本は借金を返せず経営破綻し、工場の稼働は一斉に停止、町には失業者があふれかえります。19世紀のヨーロッパでは、1825年のイギリス初の恐慌以来、このような恐慌がおよそ10年周期で繰り返されました。なぜそうなるのか。それはあまりにも過剰な文明、あまりにも過剰な生活手段、あまりにも過剰な工業、あまりにも過剰な商業がこの社会に存在するからである。資本主義が生み出した巨大な生産所力は、もはや資本主義という制度そのものと矛盾するようになった。恐慌という社会現象はそのことを示しているのです。資本主義の下では巨大な生産所力は万人の幸福のためには用いられず、資本の増殖のためにしか使われません。しかもそれは制御不能で、恐慌や戦争、自然環境の破壊などを不可避にもたらします。人間自身が地の底から呼び出した魔物を制御できなくなった世界、それが資本主義社会なのです。ところでブルジュアジーはこのような生産所力を生み出しただけでなく、その生産力を武器にブルジュアジーに反逆する人々をも生み出しました。それが近代の労働者、すなわちプロレタリアです。さあ、やっと私たちプロレタリアの話が出てきたところですが、今回の解説はここまで。次回第1章の後半から物語の主役はプロレタリアに交代します。お楽しみに。スタディーズでは視聴者の皆さんからの質問やご意見など大募集しています。下のコメント欄からぜひよろしくお願いします。次回第1章ブルジョアとプロレタリア後編、果たして労働者は自分たちの社会を作れるのか。